ットボールファンの皆さん、こんにちは。各チーム高めを目指して激しい戦いをします。今日のゲームも見どころの多いマッチになりそうです。チームの勝利を願ってやまないサポーターの声援がスタジアムを包み込んでいます。素晴らしい雰囲気の中始まる今日のゲームです。この時間はフランス対ザンビア、こちらをご覧いただきます。天候の確認です。現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中今日のゲームを迎えています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。フランス対ザンビア、強豪同士のぶつかる90分、トッププレイヤーの共演を堪能しましょう。そうですね、どちらも実力がありますからね、面白い試合になるでしょうね。はい、スピードアップしたいですよ。ここはデイビス、流れを止めます。ブルーのギマラインス、フリーで受けた。さあ、ゴールに向かっていく。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、そのコースがなかったんじゃないでしょうかね。これは合いません。デリフト、ここはすぐ奪い返します。ムバッペからアルバレス、さあ繋がるか。さあムバッペ、さあカウンターのチャンスになります。ワンビサカ、スペースを使う。ムバッペ、マッチアップのシーン、ムシアラへ。デリフト、ここは読んでいました。深尾友里、両チームまだスコアレスです。このファーストハーフ、これはカット。ジョアン・フェリクス、ロベルト・カルロス、さあ上がっていきます。さあカウンターだ。ムシアラへシュート。いやー、先制ザンビア。フランス相手に先制点をもぎ取ります。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。ここで前半が終了しました。結果前半1対0。さあ前半が終わりました。フランスとしては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、終盤で一瞬の気を使いましたね。ただまだ1点差ですから、それほど慌てることはないと思いますけどね。フランス対ザンビア、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。サブスティチューションフォーフランス、ナンバー7、ナンバー21、ロドリゴ・デパウ。リードはされてますけども、十分力があるので、ボールに入ってペースを掴みたいですね。後半少しの時間帯は必要になりますね。はい、ジョン・テリス、これは PK ではありませんでした。がしかし、いい力のフリーキックを得ます。深い位置からのセットプレーになります。さあ、大
誰に合わせてくるか。いけるか。シュート。セーフ。シュートストップ見せてくれました。よく止めましたよね。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。決定機を阻止しました。スナイデル、いや振り切りたいところですけどもね。ワンビサカ、スルーパスを狙う。いいボールですね。このボールはムシアラへ抜けてくる。さあブルシュート。いやこれはナイスセーブ。The attendance for this match was 71,515. はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。フェイントを入れましたが抜けません。富安から大きく縦、ムシアラ、ベリンガ、さあ一気にカウンター。ここのパス、ここもしっかりディフェンスしました。深谷ともに一呼吸を置きます。縦へのボール、ここはつながりません。中へのボール、ここは奪います。さあここでカウンター、スルーパスを狙う。自分で行く。ザンビアとしては今のがいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てましたね。カゼミール、フランスがここに来てなかなか厳しそうにも見えるんですが、どうでしょう。そうですね、もうパワープレーで仕掛けてこじ開けていくやり方がいいですよね。まあそうやってるうちに起こるミスもありますからね。そこを詰めたいですよね。これは奪い返します。ここは返す。There will be 1 minute at a time. ザンビア、カウンターを仕掛けていきます。ムバッペ、抜けてくる。ムバッペ。と外れたところでホイッスル。試合終了。1対0。